皆様アロハ。本日はですね、カウアイ島に来ております。水がもうすごい茶色、泥水になっています。実はですね、昨晩からすごい雨が降って雷も鳴ってですね、今年初の洪水警報みたいのがこちらカウアイ島に発令されてたんですね。そして今朝はもうこの状態です。綺麗な海じゃないです。もう泥水みたいな感じになってますね。で、朝はですね、その影響がありまして、下船できなかったんですね。で、今はもう下船できるようになっていますので、外に出れるので、ちょっと外がどんな様子なのか見に行きたいと思います。こちらですね、港から出るところ、道路につながるところなんですけども、すごい泥水が入ってきてるみたいで、綺麗にねホースで流しています。海の方もですね、すごい泥水みたいな茶色い色になっていますね。こちらもいつもは綺麗なビーチなんですけれど、今はですね、こちら側にずっと歩いていくんですけど、ちょっとね歩けるような状態でないので、違うちょっと手前のところがね空いていて、外に出れるようになっています。今はねすごくお天気いいんですけれども、このような感じの跡を見るとね、昨夜いかにすごい雨が降ったかっていうのがね、わかると思います。これは向こうに、今はこのようにですね、道路を普通に通行できるようになってるんですけれども、こういった標識が出てるってことはですね、かなり水がこの辺りも出ていたということですね。なんか木とかもまだ道路に残っています。同じ場所から撮った動画がありますので、それをご覧ください。現在のこの茶色いですね、水と全然違うのをご覧いただけると思います。お天気はとてもいいんですけれども、さすがにこの水ではね、誰も泳いでる人はいないですね。
少しあの砂浜の方でね日光浴とか、まあ、遊んでるような人はいますけど、ちょっと一人中にね入ってる人もいますが、まあ、ほとんどの人は入ってないですね。